しく勝負しましょうね。スクエアス、楽しい勝負を続けるのだろう。楽しいはお前という存在が司るもの。それなのに何をしている。スクエアス、もうやめましょうよ。あなたのしていることには楽しいも正しいも見えません。いくら私の心を奪って操ったって、この人たちは思い通りになんかできませんよ。お前もそこまでか。まあいい、少しは力を貯める役に立った。さらばだマール。マール、大丈夫か？そんでもって今すがすがしいほど悪人丸出しなセリフを言い残して消えた人が。スクエアス？あ、はい。でもあのスクエアスはもともと悪人というわけでは。お互いおそらく情緒も落ち着かないところだと存じますが、一から説明頼めるかな。はい。まず私マールと先ほどのスクエアスの正体ですが、よくわかりません。なんてやねん。リンゴ、またツッコミが雑になっているぞ。はっ、怒涛の展開についていけずうっかり。大丈夫ですか？失礼しました。続けてください。では私たちは時空の遥か上から静かに、ずっと皆さんの勝負を見守っていた気がします。本来こうして姿を現したり皆さんと喋ったりするはずのない存在だと思います。でもある時から異変が起こり始めました。それは。ごめん、ちょっとタイム。アルル、どうしたの？アミティがさっきまでの緊張感と情報の多さと今の難しい話で。こうなってるんだけど。グググググ。寝てない、寝てないよ。続けても大丈夫でしょうか？よかったら一息入れるために一勝負しませんか？いいの？ああ、アミティ。むしろちょうどよかった。ピピピピ。さすがに僕たちも頭がぐるぐる仕掛けてたもんね。助かるよ、アミティ。一旦休憩ですね。やったー。じゃあね、じゃあね。マール、勝負しようよ。今度こそ楽しい勝負。ええ、もちろんです。いきますよ。
やあ、いくよ。ほら。やあ。ほら。ほら。強いね。そうでしょうか。それに笑った顔が花丸だよ。照れます。楽しかったし気分もすっきり。バッチリ休憩できたから。はい、そうですね。それでは続きをお話しします。いざ参ります。どこまでお話ししましたか。時空のどこかで世界を見守ってた二人に異変が起こったとこあたりまでです。そうですね。ある時から異変が起こり始めました。交わることが決してないはずの二つの世界からお互いに声が聞こえたんです。また会いたいって出会ったことなんてなかったはずなのに。それの何がいけないの。私たちは混乱してしまったんです。ありえないことでしたから。
特にスクエアス、彼は時空の正しさを司る存在。マールが楽しい、スクエアスが正しいなんだね。その通りです。絶対に会っていないはずなのに、また会いたい。スクエアスはおそらくこの矛盾を、乱暴な方法で解決しようと考え、私を一方的に操って味方につけました。そして皆さんのおかげで私を操ろうとしたその力が解けた今、一人で実行しようとしています。乱暴な方法？はい、交わることのない二つの世界を強引に混ぜることで、また会いたいという矛盾した存在を見つけ出して、消し去り、その後世界を分けて正しい形に戻すことです。矛盾した存在って何のこと？言いにくいのですが、ここにいらっしゃる皆さん、あなたたちのことなんです。は？は？び？え？なんて？ぐぐ？特に、なるほど、そういうことね。エコロ！なんてことだ。エムレス？まあ、知ってはいたが、改めて聞くと許されん話だな。サタン。あのエコロ！なに、リンゴちゃん。なんでもない。何をそんなに不安そうな顔をしてるのさ。ほらほら笑って、それうわ、それこのやべえ、楽しいね。見えない場所で誰かに説明しにくいことをするな。そんなことしてないよ。とにもかくにもお仕置きです。うわうわ、溶けた。
ライヤー解けた。お疲れのリンゴちゃんに代わってまとめると、ぷよぷよの世界とテトリスの世界、出会ったことがないはずの2つの世界同士なのに、お互いにまた会いたいって思ってる人たちがいて、スクエアスはその人たちごと矛盾を全部消しちゃおうって企んでるんだね。ね、マールちゃん。はい、その通りです。時空のバグ、そう呼ばれるのであれば、それはあのスクエアスのことです。リンゴとエコロのショートコントでいまいち実感ないけど、ショートコントなんかしちゃないよ。リンゴ言えてない。それは大変なことだよ。ふふふ、アルル、問題はない。このサタン様がアルルとカーバンクルちゃんだけは何があっても守って、僕とカー君だけじゃ意味ないの。ぐぅ、みんな甘いスイーツでも食べて落ち着こう。
何をするべきか考えようね。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.